超言いたくないんだけどさ、うん、さ言いたくない言いたくないまあ言いたくないかな、うん、舞本さんのさ、うん、スーツのさやつとかあんじゃん、うん、とかあとベルさんとかさああいうのすげえ憧れるんだよな、うん、めちゃめちゃなんかかっこよくないですか。俺舞本さんのあのスーツすごい超好きなんだけど。いいよね、赤い赤似合う男っていいよね。そうでひげ生やしてさ、なかなか赤ってねバチッとスーツ決めらんないからね。しかもインナー外も難しいけど中赤もむずいしね。そう、まあ、ベルさんかっこいいんだよな、うん、ベルさんかっこいいの当たり前だしな、うん、別に言えばいいじゃん、言いたくないことないだろ。いやーなんか尺じゃん、尺か舞本さんかっこいいって別にいいじゃんってそう、まあ、でも舞本さんのそう、あとメガネあーね、あーそう、あれねめちゃめちゃいいんだよな。やっぱっいい僕ら、まあ、僕、うん、K 君と並ぶと全然そうでもないんだけど、うん、やっぱあの二人と比べたらどっちかって言ったら線細い系だから。そうだね、そうだよね、そう、僕ちょうど中間ぐらいなんだけど。そうそうなんだ、そうそうそう、確かにやっぱね同じ格好した時にやっぱ見た目変わっちゃうよね。そう、ああいうあの二人がやっぱバチってさ大人の大人って感じになるじゃん。わかる。あとベルさんのな T シャツロン T みたいなのあるよね、はい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 、そう超なんかシンプルなやつ。ああね、あれもすごい好き。やっぱ男性のやっぱね腕の太さが出てる時、そうなんか超ないもののメダリメダリだけど、やっぱああいうのすごい好きなんだよ。線が細いもんな。イケオジ好きなんだ、イケオジ。そう、わかるわかる、それはでも僕もわかる。僕らがスーツ多分着るといやこうなんかああいうなんだろう、ハンサムっていうよりはイケメンみたいな感じになるんだと思う。そう、なんかクールな感じになっちゃうんだよね。そうなんですよ。ああいう渋いって感じは出せないよね。そうなんだよな。でもああいうのは憧れるよね、渋い感じ。わかる。そうなんだよ。